理想の息子は2012年1月14日から3月17日まで毎週土曜日21時から21時54分に日本テレビ系の土曜ドラマ枠で放送された。三度の飯よりも母が好きというマザコン高校生と私のために家を変え、と心の中で叫び続けながら息子を思うように操縦する母親を描いたコメディ、ヘイ・セ s ジャンプを呼び NYC の山田涼介と鈴木京香のダブル主演で脚本は野島真司が手掛けた。最終回で映る三船と内山の卒業証書の青年月日から劇中での時間軸は2011年1から3月になる。鈴木大地はマザコンだが成績優秀で有名進学校、民風学園に通っていた。ある日、母親の海が不良たちの多い男子校。 海洋工業高校の学食で働き始める。そこで働き始める母の危機を感じた大地は進む学校から海の通う高校へ転校するが不良たちに巻き込まれてしまう。不良たちに巻き込まれながらもその不良たちを変えていこうと努力する大地の奮闘物語である。札付きの不良たちが通う超ヤンキー高校。一部の登場人物の名字は 必殺技を繰り出す際に背景に現れる動物の名前が使用されている。東日本大震災で被災した東北三県では、昨年7月24日時点で、地上アナログ放送終了が見送られていたため、全作品同様、地上アナログ放送でもこの作品が引き続き、放送されていたが、東日本大震災で被災した東北三県でも2012年4月1日を、もって、 デジタル放送に完全移行するため、岩手県、宮城県、福島県においては、この作品が土曜ドラマとしては、地上アナログ放送としての最後のシリーズとなった。ありがとうございます。